い、結構考えてたし、まあ、ちょっといろんなね動画を見てた時に、うん、声ってすごいいいなと、まあ、癒される声とかさ、かっこいい声とかさ、いろいろある中で、男性だったらイケボじゃないですか、うん、女性は萌え声ということで、あ、私たち4人で各自萌え声を出していこうかな。出ないよ、思います。ここ全然出ないでしょ。行こうじゃん。はじめまして。あ、いける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 。今からクイズ形式でね、1番から4番当て振って、うん、違う絵を差し替えて出すので、うん、見てくださってる方に何番が誰かを当ててもらおうかなと。出した後にまた後日答えを出しますので、出るかな。 みんなもね、ガチで当ててほしい。そう、当ててほしい、ガチで当ててほしい。頑張っていこう。おお、僕デブッキーだよ。もうバレた、バレた、バレた、バレた。それでは、萌え萌え選手権行ってみよう。ほいね、コンってなったでしょ。すごい当たる、コンコン、すごい痛かった。エントリーナンバー1番、いちこです。好きな食べ物はいちごマシュマロホイップです。まだいろいろと慣れてない部分があって緊張しちゃうんですけど、いっぱいいっぱい頑張っていきたいと思うので、お兄ちゃん、これからもたくさんよろしくね。2番、みこです。好きだから好きよって、私じゃダメ、こんなに好きになったの初めて。付き合ってください。私を幸せにしてください。初めて付き合った時から好きでした。3番、サンコです。好きな食べ物はイチゴで、嫌いな食べ物はオムライスです。なんでオムライスが嫌いかっていうと、ひよこさんがかわいそうだからです。みんなは私の王子様だよ。いつもありがとう。エントリーナンバー4番、ヨンコです。好きな食べ物はウィンナーが好きです。あとね、目玉焼きも好きなの私。お兄ちゃん、いつもありがとう。大好きだよ。どうでした？ダメでしょ。ね、1番から4番まで発表しましたけども、皆様はお分かりいただけたでしょうか。番号もお願いします。はい、じゃあね、バイバイ。